イサベル・クララ・エウヘニアでアウストリアは、オーストリア大公、アルブレヒトの日。スペインをフェリペ2世と、三度目の王妃、エリザベート・ド・バロアの娘として、セゴビアで誕生した。父フェリペは、息子の誕生より嬉しいと歓喜したと伝えられている。イサベルの母エリザベートは、最初は、カルロスの婚約者だった。政治的な理由から、フェリペが彼女を後添えに臨んだのだった。 このような政略結婚でも、フェリペはエリザベートを大事にし、彼女が天然痘を患った時にもそばにいようとしたと言う。エリザベートは1564年の最初の妊娠で、双子の女児を流産した。次に産んだのがイサベルで、その1年後には、カタリーナ・ミカエラを産んだ。1568年10月にエリザベートは男児を流産し、そのまま帰らぬ人となった。 イサベルは妹カタリーナと共に父とママ母アナに可愛がられて育った。フェリペは冷徹で愛情薄い男性だったと多くの伝記に描かれているが、彼が娘たちに宛てた手紙には、お前の善良な父よりと愛情を込めて署名されており、エリザベートの生んだ王女たちを愛していたことが伺える。1568年、2歳のイサベルはルドルフ2世と婚約した。 ルドルフの母親マリアは父、フェリペの妹であるため、二人はいとこ同士だった。しかし結婚に対して、興味のない貴人ルドルフにより、イサベルは20年以上待たされることになった。イサベルは父、フェリペのそばで補佐することを許されており、イタリア語で書かれた書類をスペイン語に翻訳していた。彼女は父の亡くなる1598年まで、そうやって父のそばで仕えていた。 1599年、30歳を過ぎたイサベルは、いとこにあたるアルブレヒトと結婚した。彼は、ドレド大司教であったため、ローマ教皇クレーメンス8世に、原則の許可を得てからの結婚となった。その1年前に亡くなったフェリペは、スペイン領ネーデルラントの統治を、娘イサベルとその夫に任せるという言言していた。1601年から、二人は共同統治者として、ネーデルラントを治めた。 夫の死後はイサベルが総督となった。二人が治めていた時代は、ネーデルラントの黄金時代と呼ばれた。遡ること40年近く続いた80年戦争が沈静化し、南ネーデルラントの経済が平和を安定化の方向に導いた。二人は多くの芸術家のパトロンとなり、フランドルバロック文化の花咲く要因となった。イサベルは、アルブレヒトとの間に、フィリップ、 アルブレヒト、アンナ・マウリティアの三子を産んだが、いずれも溶接した。1621年、アルブレヒトに先立たれたイサベルは、セイクララ女子修道会に入門した。1633年、彼女は、総督の地位を、オイ・フェルナンド・スー・キ教に譲った。ありがとうございます。